はい、では外装を見ていきたいと思います。ヘッドライトも綺麗ですね。 V スペックなので、純正のディフューザーがついてます。でこのディフューザーですね、新品で当社の方でつけてますので、ご覧の通りとても綺麗な、状態になっております。まあ、バンパー自体もとても綺麗な状態ですね。まあ、そんなに目立つような傷はないかな。はい、左側のヘッドライトもこんな感じで綺麗な状態ですね。でボンネットはへこみはまずなさそうで、傷もないですね。大きく何か目立つっていうのはなさそうですね。はい、そして、前後のフェンダーには、ニスモのオーバーフェンダー、ついております。フェンダー自体もご覧の通り綺麗な状態です。でホイールが T37 ブロンズ18インチですね。タイヤはうちの方で、新品で入れております。タイヤサイズはですね、ここかな、265ですね。3518が入ってます。そして、ドアミラー、ちょっとここに傷があるかな。で、左側のドア、気になるような傷はないです。そしてサイドステップ、これはこれちょっと削れですね。削ってます。サイドステップはそこぐらいかな。まあ多少ちょっと黒くなってるところとかはありますけど、なんか大きく目立ってっていうのはなそうですね。へこみなどもフェンダーも大丈夫で、助手席側のドアも見た感じ特に見当たらない。フェンダーこちらも特に大丈夫そうですね。で、左リアのホイール、バリ傷が全然ないな。とても綺麗ですね。そして、リアバンパー見ていきたいと思います。汚れかな、汚れですね。ここだけちょっと飛び石、まあすごいちっちゃいですけどね。そうかな、この辺もちょっとした傷ですね。まあかなり細かいのを拾えばっていうような感じで見ててますけど、パッと見た感じではほとんどわからないですね。はい、トランク、へこみもなく傷もなく綺麗ですね。そして、純正のリアウィング、フラップ部分が、カーボンのものが入ってますね。ウィング自体もとても綺麗な状態です。そして、リアのディフューザーもしっかりとついてますね。はい、右のリアフェンダー、ちょっとここだけ傷ありますかね。あとは特にないかな。右リアのホイールも綺麗ですね。運転席のドア、傷はでも全体的にほとんどないですね。13万キロ走ってますけど、さすがは 34GTR、大事に乗られてきたなっていう感じですね。まあ本当細かい傷は拾えばありますけど、大きく目立ってっていうのはないですね。
凹みなんかも、ないですね。綺麗ですね。はい、右フロントのホイール、こちらもこんな感じで綺麗な感じです。最後にルーフ、こちらも傷へこみともに特になさそうですね。はい、13万キロの 34GTR V スペック、状態としてはとても綺麗な状態かなというふうに思います。以上です。